もう一度拍手をお願いいたします。続きまして、標準報告の時間です。パクポンス副教会長からしていただきます。聴聞教会のシックの皆さん、おはようございます。今日の聖日礼拝の時間を通して、青年大学部と教育センターで活動しているシックたちの報告をしたいと思います。今年の3月からなかなか教会に来ていなかった来れていなかった青年たちをセンターにつなげるようになりました。最初は心が凍っていたシックたちですが、惜しみなく投入され愛を受けていきました。誠の父母様の愛を投入することができるということを証明して、なかなか教会に来れていないシックたちを訪問し、愛を注いでいく活動を続けてきました。誠の父母様の御旨に従っていこうと、そのために一般の家庭のように自分の子供に愛情を注げなかった子女たちに、まず誠の父母様の天の愛を投入していく時間となりました。この2世たちは信仰生活と教会に対して拒否感を持っていたメンバーであるということが分かり、そのようなメンバーを受け入れる準備が教会側にできていなかったということが分かるようになり、自ら祝福そして教会を受け入れていけるように、2世たちの目の高さに合わせて誠の愛で一緒に生活をし、食事をし、また学業の面で成就できていない部分をお手伝いしながら、自らがすべきことを自分で悟っていけるように促していきました。そのような中でサイバー大学など未来に対する準備の教育課程に臨むことができるようになっていきました。またこのような青年たちと土曜日に集まってボードゲームですとか外部の活動を通して、青年たちの目線で楽しめるものを準備し、楽しく行ってきました。イベントをするだけでなく、青年たち自らがさまざまな企画を計画し、自分が好きなことが何なのか、得意なことが何なのかということを見つけていく時間、そして得意なことをできる場所を探していく、そういう職業探しなどもしていきました。そして新教員国の新マウル共同体プログラムを通して、住民自治会ですとかマウル共同体が何なのかということも学び、実際に体験をしたり、マウル共同体の提案書の作成をし、どのような活動をしていくものなのかということを知る時間となりました、も持たれました。また教育の後は、共に学んだ内容をカードとしてスマートフォンで共有するなど、そして年配の方々の領収書管理など、さまざまな部分で困難をきたしている部分を青年たちがサポートするなども行われました。
住民自治会の活動でスマートフォンの活用方法などの講義を行い、ボイスフィッシングの予防などのサポートをしてきました。そして今回、住民自治会の活動講師として頑張ってくれたイ・ビョンホンさんの感想です。最初はスマートフォン教育の講師として支援できるように進めてくれたチェ・ドンウ講師の言葉に、共感しながらも自信がなかったので拒否していましたが、成長の機会だと思ってスマートフォン教育の講師として志願するようになりました。最初は慣れない点もありました。お年寄りの方があまりにも知らない部分が多かったので、どうしたらいいかと思いましたが、スマートフォン講義を行う中で一緒にしていく青年たちに補助講師として助けてもらいながら、スマートフォン教育を通して喜んでいく、そういう住民の姿を見てやりがいを感じました。店舗教育センターで活動している青年たちを通して、自らの限界を乗り越えて成長していく姿を見て、青年たちが自らの夢を広げていく、その足がかりとしてチョンボックン協会がサポートできているのではないかと思います。チョンボックンのこのセンターで歩んでいる青年たちが、シックたちにもさまざまなサポートができるようにしていく予定です。皆さんもどうかこの青年たちに関心を持って愛で包んでくださいますようにお願いいたします。そしてこのような青年たちが誠の父母様の摂理に足並みを揃えていく、そのような戦力となっていくことを願います。心を閉ざしていた2世たちに、愛情を投入してきた私の感想をお伝えしたいと思います。二世たちは本当に純粋で正直な、そして愛したいという思いのを持った二世たちですが、外見にはまだ現れていません。私もまだまだ経験が浅いですが、チョンボクン教会で学んだように、純粋で愛していきたいというその青年たちのために心を込めて愛を投入していきたいと思います。以上で標準報告を終わりたいと思います。ありがとうございました。